時間になりました。厳しい国民の方いらっしゃいますか。安倍首相、国民の声を聞きなさい。福島の人々の声を聞きなさい。地中避難者の住宅の無償提供打ち切るのをやめなさい。20日イベント事故前の1ミリに戻しなさい。国は国民の命を守りなさい。それができないならば首相をやめなさい。原発だけじゃない、国政すべてを任せることはできない。国民はあなたに怒ってるんだ。この怒りは我慢ができないぐらいに頂点に立ちつつある。原発なしで約2年間そして平和な国で70年間なのに、この国をとんでもない危険な国にするのは君ではないのか。国民の皆さん、政府へ抗議の声を上げてください。自宅にいるだけではダメです。官邸前へ国会へ来てください。特に私と同じ70年安保全共闘で結集したい皆さん、再び立ち上がる時は来たんです。10万人数十万人ここに集まるのありませんか。仙台原発生活を許さないぞ。戦争する国なんぞ絶対にさせないぞ。では次の方お願いします。私は4年前原発事故で福島県浪江町から東京北区に避難してきました。長年自民党が推進してきた原発の爆発で自宅を追われ、404人の仲間と40年余り原発反対運動を続けてきた夫はうつ病をはじめさまざまな病気にかかり、昨年7月7日に肺炎で亡くなりました。まだ70歳でした。夫のような原発関連死は今年の6月16日で1921人に達しました。仙台原発を稼働させようとしている安倍首相、あなたはこの1921人の無念の死をどう考えているのですか。また自宅に帰れず仮設住宅や借り上げ住宅で苦しんでいる10万人近くの人々の暮らしを自分のこととして考えたこともあるのですか。地震列島の日本で仙台原発高浜伊方をはじめとする全ての原発の再稼働を絶対に許しません。以上です。では次の方。双葉町から来ました。今港区にお世話になってます。政治のことは皆さん言ってますけども、今私は双葉町の状況をちょっと聞いてもらいたいんです。今双葉町や常磐道を汚染したあの黒いナイロンの袋、大きいのをトラックに積んで1日200台から300台ブルーシート張っただけで走るんですよ。それも放射能ばらまいてやるってんですよ。これを国が許すなんてどうでしょうか。皆さん、もし福島の子供たちの甲状腺は210人います。その中で85人は失踪しました。あと東電の中で4年近く汚染水を流してましたけど、先週からまた200トンの汚染水を流してます。海をどれだけ汚せばいいでしょうか。それも東電は後でバレたら謝罪する、そんなことしかしてないんですよ。皆さん、私たち双葉町は中間施設ができるんですよね。それで私たち地権者にまだ1回しか話し合ってないんです。それなのにもう運んでるんですよ。私たち双葉町も細谷ブラックは誰もハンコも承諾もしてないんです。勝手に運んでんですよ。この国のやり方どうでしょうか。皆さん、腹立ってしょうがないんです。どんなことあっても私は絶対にこんなやり方は許しません。あの再稼働は絶対しないでください。私たちは上空みたいな思いもしたので、これ以上私たちは苦しみさせないでください。皆さん、私も一生懸命頑張りますから一緒に頑張ってください。こんばんは。今日私この場にいるのは国民とマスコミのおかげです。原発は今日本にいらないです。今原発は動いてない、停電なんかしてますか。原発はいらないと思います。昨日ここを私撮った時に警察たち私を止めたんです。
私安倍総裁に言いたいんですけれども、私先月27日ここで国民とは裏切りませんって宣言しました。今日言いたいのは、私国民の裏切りしますただ条件にとって、私24歳に日本に来た、今51歳です。27年間私戻して24歳に戻してくれたら安倍首相と話しませんじゃありませんか。だから安倍首相のそごをやめろ。それでは、マイクを動かします。参加者の皆さんのもとに、マイクを持ってきますので、その場で抗議をお願いします。それとマスコミとかカメラを持っている皆さん、顔出しを注意してください。それではマイクを進めます。マイクです。